もみじさんちょっと似合いますね。もみじさん、ミイラの役なんてのはやったことございますか？ないです。なるほど、はい、じゃあ今日はそのミイラになっていただきましょう。ひゃひゃ、嘘、動けない。いいリアクション、ごちそうさまです。いやいや、演技じゃないんですよ、これが。テンパるともダメ、出てこない。もみじさん、はい、お金はお好きでしょ？はい、好きです。なるほど。お金、銀行の名前とか、外国の通貨とか。前の方見て、お金大好き、一言もらっていいですか？お金大好き。壁の間に続き、ミイラのものを制することができるか。お金が大好きな山村さんに問題です。ミイラ製造機が作動します。問題。これまで日本の紙幣になったことのある人物をフルネームで7人答えなさい。広文、聖徳太子、夏目漱石、与謝野晶子、手が痛がって大好きじゃないし、え、何、あと何、え、分かんない、誰、嘘、あれ誰、30秒前、え、聖徳太子、え、その今誰、今誰、嘘、あ、まあ、パニックなってる、意外と、あと3、あと3、2個目、2個目、え、20秒前、何、誰、思い出さない、誰、誰も思い出さない、誰、誰も思い出せない。山村さん、チャレンジ失敗です。いやー、もみじさん、いいミイラの出来上がりですよ。そう、ちなみにですね、福沢諭吉とかもいましたよね。野口英世、最近ので言うと紫式部。さあ、ということで私の仲間になっていただきましょう。